おはようございます。ただいまキラキラウエツが水の都新潟を発車いたしました。本日ご案内いたします車掌は新潟ウユクの五十嵐です。どうぞよろしくお願いいたします。これより先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は豊坂に止まります。豊坂には10時25分、柴田10時37分、村上11時3分、桑川11時20分、ガツギ11時41分、富谷11時47分、根津ヶ関11時54分、厚見温泉12時4分、鶴岡12時30分、余留12時41分、終点の酒田には12時51分、終点酒田には12時51分の到着です。またおすすめスポットとご予約が必要な観光コースにつきましては、車内にございますパンフレットをご覧ください。次にキラキラウエツのご案内をいたします。キラキラウエツは四季折々の自然の輝きをイメージしたカラフルなボディが特徴です。展望スペースは1号車と4号車にございます。2号車にはキラキラ情報コーナーと売店、ラウンジがございます。ラウンジには売店でお買い物していただくとご利用ができる茶屋専用席がございます。ぜひお食事をしながら沿線の風景をお楽しみください。3号車には乗車記念スタンプとゼリーセットをご用意しております。その他授乳やおむつ交換、またはご気分の優れないお客様には多目的スペースもございます。ご利用をご希望されるお客様は車掌までお声掛けください。お客様にお願いいたします。お席を離れる際には貴重品をお持ちください。携帯電話は音の出ないようマナーモードに設定の上、通話はデッキにてお願いいたします。また列車の運転状況によっては停車駅での停車時間が短くなる場合がございます。列車の発車時間にご注意ください。車内をご移動の際は列車が揺れる場合がございます。お気をつけください。キラキラウエツは2001年にデビューし、約18年間多くのお客様を乗せて走り続けてまいりましたが、いよいよ今月29日にラストランを迎えます。このキラキラウエツが走り続けることができたのは多くのお客様に支えていただいたおかげです。残りわずかの運転ではございますが、これまでの感謝とともに皆様に愛される列車として新潟と庄内の魅力を伝えてまいります。また10月5日からは新潟庄内の食と経過を楽しむ列車かいりが運転を開始いたします。日本海ビューダイニングかいりもぜひご期待ください。それでは乗って満喫、降りて満足、キラキラウエツの旅をどうぞお楽しみください。次は野鳥と植物の宝庫、福島とのある豊坂です。ご乗車する際に気づいたお客様もいらっしゃると思いますが、現在キラキラウエツではヘッドマークをつけて運転をしています。列車の前後でデザインが異なり、先頭の1号車には日本海と淡島に沈む壮麗な夕日のデザイン、反対の4号車にはキラキラと輝く人々の思いを夜空の星でイメージしたデザインが描かれています。今月は新潟の玄関口である新潟駅と線路の点検や管理を行っている新潟村上汚染技術センターの社員がデザインを考えました。ヘッドマークのデザインを考えた職場の紹介やデザインに込めた思いなど、3号車の乗車記念スタンプ脇に掲示していますので、ぜひご覧ください。4月からオリジナルヘッドマークを取り付けて運転いたしましたが、今回のデザインが最後となります。様々な職場がキラキラウエツに対する思いを表現してまいりました。
降りの際にご覧いただけたら幸いです。本日この先の河川敷にてキラキラ別の乗務員が集まり手を振ってお見送りしています。列車の進行方向左下に見えてまいります。わずかな時間ではございますが車内から手を振り返っていただけると幸いです。まもなく通ります河川敷の下にて社員が集まり手を振ってお見送りしています。わずかな時間ではございますが車内から手を振り返っていただけると幸いです。ありがとうございます。現在お客様にこれまでの感謝の気持ちを込めて乗車記念証をプレゼントさせていただいております。この乗車記念証はキラキラ別の運行を支えている社員がデザインしたものです。柴田から村上駅間で車掌がお客様のお席にお伺いしお配りいたします。また乗車記念証や指定席券をお入れいただけるオリジナルの記念台紙を2号車の茶屋売店で販売しております。こちらもキラキラ別の運行を支えている社員が考えました。皆様の旅の記念に残る台紙となっておりますのでぜひお買い求めください。また現在2号車の茶屋売店では乗務員がデザインしたオリジナルパッケージをまとった新潟の伝統的なお菓子浮き星を販売しています。こちらはキラキラ別社内限定販売となっております。旅の思い出にどうぞ売店にもお立ち寄りください。浮き星とはもち米に砂糖蜜をかけたお菓子です。一見コンペイトにも見えますが中身があられなので甘さ控えめの素朴な味です。そのまま食べても美味しいですがサイダーに浮かべて食べるのがおすすめです。サイダーにぷかぷか浮かぶ星がとってもキュートです。2号車の茶屋席にて新潟駅南保育園の園児たちに描いていただいた絵を飾っております。ありがとうキラキラウェイズをテーマに今年は年長クラスのお子様に描いていただきました。可愛らしい力作をぜひご覧ください。また2号車のラウンジスペースには旅の思い出ノートがございます。キラキラウェッツのキラキラウェッツの思い出をノートに残してみてはいかがでしょうか。記念撮影用にパネルをご用意しております。皆様の旅の記念にいかがでしょうか。撮影のお手伝いもさせていただきます。一番後ろ4号車の展望スペースにございますのでご希望のお客様はぜひお声掛けください。